ここは都内にある風変わりな喫茶店、格芸喫茶ハメジュン。今週も屋根裏部屋からお届け。マスター、いつかちゃん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。いや、明けましたね。ということでね、早速なんですけど、はい、新年の抱負ですよ。ちょっと聞かせてくださいよ。来た来た。抱負しいって言うなら、もう去年がちょっとね、動けない時期が多かったんで、今年はちょっとバンド自体がいっぱい動けて、ファンも増えて、幸せな1年にしたいなって思ってます。マスターは？私はやっぱりゲーム業界ですごい移り変わりが激しいじゃないですか、うん、で今年もまた多分かなり激変すると思うので、まあ、そこに取り残されないようにこうしっかり変化についていく、勉強していくって1年にしたいですね。ほー、うん、さらにさらに。純くん、僕はですね、このお店を乗っ取りたいと思ってるんでこのお店のマスターをこうちょっと座を狙ってます。僕は上がってこい。そしたらアルバイトで使うんで席交換しましょうね。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。じゃ、格芸界のレジェンドお二人が明けましておめでとうございます。ノリがいい。明けましておめでとうございます。今夜はストリートファイター5チャンピオンエディションを大特集。格闘ゲームの歴史を語る上で欠かせないお二人がご来店です。日本初のプロ格闘ゲーマー梅原選手、圧倒的な実力で世界中からリスペクトされ続ける格闘ゲーム界のカリスマです。梅原選手のライバルとも言われてきた大貫選手、90年代から数々の大会で優勝してきたレジェンドプレイヤーです。梅原さんと大貫さんといえばもう、うん、本当に20年以上前から面識があるというか、はい、いう関係ですよね。いや、どんな出会いだったのか超気になります。中学の時に卒業した瞬間に全国ストリートファイター02という全国大会があったんですよ、はい、ではがきを応募したら優勝しちゃったんです。1万人の中から選ばれて、はい、で500何人の大会で優勝して、あ、格ゲー界ちっちゃいなと思ってつまんねって辞めたんですよ、格闘ゲームを。そこで引退したんですよ、僕。で、高校楽しくてカラオケとかバンドとかやって楽しんでたら、なんか格ゲーすげえ強いやつがいるって聞いて、マルゲアっていうゲームセンターの大会に行ったらやつがいたんですよ、うんうんうん、で何もできずにボッコボコにされて、もう一回本気で格ゲーやろうと思ったのが出会いです。梅原さん、その時のことというか初めてのこと覚えてますか？まあ覚えてますね。テンション違いすぎますねこれこれは面白くなってきたぞいきなり、はい、なんかまあうるさい奴らいるなと思ってで、なんかでも決勝まで上がってきたんです、そのうるさい奴のボスがうるさい集団だったの。集団がうるさいのがいっぱいいたんで、まあ黙らすかっていう感じでそれが最初でしたね、すごい。じゃあやっぱゲームの大会、その大会でっていう、はい、そうですね、それがヴァンパイアっていう新しいゲームので、その時にお話ししたりすることはなかったんですか？あの、話しかけられても無視されてましたね。え、なんか結構、あ、いつもどこでやってるんですかみたいなこと言っても、いや別にみたいな超冷たかったのが後に一緒に大会に出て優勝とかしちゃう仲になるんですよ、うんうんうん、はい、梅原さんの、まあ、人生というかがこう漫画になってて、それとか、まあ、読んでたりすると、梅原さん視点からはいろいろ語られたりするけど、そういえば大貫さん視点から語られることっていうのはなかなか、うん、テレビでは特にすごいなと思って、はいね、当時やっぱあの漫画って17歳ぐらいの時の話で、うん、やっぱり僕梅原くんだけはすごいと思ってたんですけど、梅原くんの友達はなんかその周りに腰巾着みたいにいるみたいなので、ちょっと倒したくなっちゃったんですよね。だからちょっと倒したくなっちゃった倒したくなっちゃうクソガキ心があってで、じゃあ俺レバーね、じゃあお前ボタンやってとか言って、ゲーセンで50円入れて2人で俺レバーでやって、そいつにボタンやらしてシンクロさせてわーわー騒いでたんで、めっちゃ嫌われたと思うんですよ。いや嫌われるこれね嫌われる理由はっきりと知りたくて、ね、そうそうそう、梅原さん、これ事実ですか？事実っていうか、まあ氷山の一角ですねそうなんだこの100倍ぐらい悪いんで、100倍悪い、絶対にこいつには勝たせないようにしようっていう気持ちにさせてくれましたね。ゲームじゃないんだな。多分彼がもっといい人だったら、はい、俺多分負けてたと思う。面白いその話。なんかもうそんな倒してやろうって気持ちになんないで、闘争心に火がつく、闘争心に多分火がつかなかったと思うんですよ。だから本当ありがとう20年越しにそうそう、今の梅原を大悟という男を作ったのは、本当なの？じゃあ俺俺ってこと
お二人はあのライバル視やっぱ意識はしてたんじゃないかなって思うんですよ。梅原以外には負けれないってプライドがなぜか俺の中に芽生えてきて、やり始めたきっかけの彼だったんで、うんうん、まあ、梅原以外にはもう負けないよねっていうのは当時思いながらやってましたねと申しておりますが梅原さん、いやだ本当才能とこう人格ってのは別にもう本当関係ないんだなっていう今日はもうずっとそのスタイルでいくね、これはこれでいくんだろうな、うんうん、っていうのは子供心に学びましたね。それまでそこまでこう圧倒的にその勝ってる人っていうか自分といい勝負する人ってのはいなかったんで、お二人が戦った中で忘れられない一戦みたいなのってあります？どれだろうな、申し訳ないんですけど大事な場面全部俺勝ってるんですよ。だからないと思うんですよねそう、お、俺負けてんすよなるほど、ゼロツーっていうゲームを僕があの優勝して、でヴァンパイアで挑むじゃないですか、はい、でその後にゼロスリーってゲームがそのテレビ番組になったんですよ、はい、うん、その決勝で勝ったらアメリカに行けるっていう、うん、でやっぱり当時やっぱ若かったんでアメリカ行ってみたいじゃないですか、で世界一になりたいって思いがあったんで、うん、あそこで負けちゃった一戦がやっぱ一番印象残ってるかなって感じですね、うん、僕は。あでも一緒っすかね、なんかまあその10代の時にあった大会で多分一番大きな規模だったのがそのゼロスリーっていうゲームの大会で、うん、もう本当悪い、もうディオぐらい悪いんですよディオぐらい悪い、ほら使命感みたいな感じこいつに勝たしたらやばい、世界はやばいと思って、ジョースター家の一族だったんだ、ね、そうなんですよ。で勝った時はなんかやっぱそういう達成感ありましたね。だからゼロスリーの大会に勝ったっていうよりあの悪を滅ぼしたみたいな達成感があったその地の定めがなんでどうやったんだ。いやでも確かに振り返るとな、個人に対してそこまでこうあいつは絶対勝たせねえぞって思ってたのは大抜きぐらいですね多分ね。でもお二人ってチームで大会に、ねね、出られてすごい印象的な活躍されてましたよね、攻撃とか。15年前ですね、15年前。お二人が初めてタッグを組んで臨んだ闘撃ゼロファイブ決勝戦。それではね、行きたいと思います。闘撃ゼロファイブファイナル。ここまで全ての対戦相手を大貫選手一人で倒していき、対照戦でついに梅原選手が登場。最終ラウンドまでもつれますが見事勝利し、伝説のタッグが優勝を勝ち取りました。優勝したのは梅貫。すげえ楽だったんですけど本当今まで優勝させていただいた中で一番嬉しいです。ストリートファイターの大会があって僕から誘ってみたら多分超悩んだ末まあいいよみたいな感じで、うんうんうん、KO 黒人っていうあの優勝候補筆頭がいて、はい、あのエボで2年連続で、決勝サードの決勝であの KO に負けてるんですよ、うんうん、リベンジの機会っていうか、でそれをまあサードの投撃でできたら面白そうだなっていうのもあったんで組んでみようかなみたいな、面白そうだしっていうことで。それって俺が KO 行くとかいう話してませんよね多分。 KO を倒すから大貫他全部倒してねっていう依頼があってはいはい、はい、すーげー振り分けじゃんそれみたいななんで僕が KO まで1回も負けないで行って、でも温まってないわけですよ、いきなり何もやってない状態で凄まじい感動のプレーで勝ってくれて、うん、いやあれでも本当人生の格ゲー賞で一番感動した試合かもしれないです。あ僕はそうかも、俺もあの試合何回見たか分かんないぐらい見ましたね、はい、ちょっとすごく気になってるんですけど、当時圧倒的だったわけじゃないですかお二人が、例えばそのプロになってみないかみたいな話とかってあったりしたんですか？軽くありました。お軽く、はい、でも2人ともお断りしましたね、その時。へえ、そもそもそんなことが成り立つって思ってなかったです、うん、ただでさえその考え、まあ、突拍子もない、何言ってんのこいつって思ったし、はい、組むのはこいつみたいな、絶対ありねえだろみたいなそっち大きいですよね、それ誘うなら俺だけでしょみたいな、なんで2位のやつがいるんだ2位だし悪だしみたいな、本当ね、どっちが悪か分かるでしょ俺ね伝わってると思う。人狼いるなこれ。いつかちゃんにはどっちが村人か伝わってるここ数年はもう本当に e スポーツという言葉も浸透してきまして、うん、プロゲーマーという存在も、まあ、だいぶ一般的になってきたかなという印象もあるんですけども、やっぱりバーチャファイターの世界に行った時にもう殺伐として差がある意味良かったんですよ。当時名古屋のこのジャッキーには絶対負けねえぞ、東京で名古屋を仕掛け行くぞみたいな、そういう感覚って
あの当時にしかないかな。今ちょっとみんな仲良し小良しじゃんみたいな。結構それは同意見で、うん、なんかやっぱ今ってその仲良くするんですけど、得だから仲良くしとくっていうのもあるんですよ。それは別にそのプロ活動として得ってことじゃなくて、情報を共有した方が強くなるんですね。大阪には大阪だけのこうなんかコミュニティがあってとか、北海道は北海道だけあってとかっていう方が、面白さで言うと絶対そっちの方が面白いんですけど、そういうなんていうのかな、こう壁を取っ払った方が強くなるのは早いんですね。そうですね。そうだからフレンドリーな人の方が強くなっていっちゃうんで、環境としてはそっちの方が面白いだろうなって思うし、好みなんですけど、やってらんないっていう、昔みたいに尖ってらんない、正直。だからやっぱり自分からもうどんどんオープンにしていくし、結局どの刺激がちょうどいいかって人によって違うじゃないですか。俺とかその大貫にとってはそういうちょっと殺伐とした空気が心地よかった、心地いいっていうか嫌だけど楽しい、うん、でも普通の人にとったらあんな空間もう重たい、もっと気軽に楽しみたいと思うんですよ。嫌だと思います。多分いつかちゃんとかもあの環境ではしたくないと思うから、ゲームを。本当ですか、うん、まあ、多くの人に受け入れてもらえるような環境は今の方だろうなっていう気がしますね。ちょっと深い話とかも聞けて、 このままもうこの話ずっと続けていきたいけれども、やっぱりお二人がいたら戦わねばなりませんということで、あのストリートファイターをねやりたくなってきてしまったので、ちょっと梅原さん大貫さんお付き合いしてもらってもよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。お願いします。お願いします。お願いします。この後は夢の対戦が実現、梅原選手に歌広場が挑む、そして宿命のライバル梅貫対決も。初対面の印象で言うと、俺はだからそれこそ梅原さんと同じ場所でね働いてたから、それこそ陶劇を大会の動画があるんですけど、それの動画を見ようって言った回があって、その時の決勝で戦ってたのが時戸対梅原だった。で結果我らが梅原が負けて、おなんだこの時戸ってやつはってなったのが、本当にそれを初めて知ったのは強いのかってな。そう、梅さん本当にこの時戸ってのは強いのって言ったら、あ時戸強いよって言って、あじゃあしょうがないねってなってた記憶ありますね、はい、やっぱり格闘ゲームというかゲームは どこまで見てもやっぱ遊びであるっていうのは忘れずにいきたいなと、まあ、それがゲームの良さですか。そう、我々は仕事になってるかもしれないけど、遊びという気持ちを忘れたらこの仕事になることすら終わってしまうんだなって思うんで、うん、ゲーマーとして続けたいのはその気持ち。行きましょう、80歳いや90 100歳いっても、うん、そこまで生きれるか、生きれるかどうかなぜネモさん投げキャラが嫌いなのかめっちゃ知りたいです。やっぱゲームを攻略するっていうのが楽しいとこだと思うんですよ自分。それをじゃんけんだけで決められるって何なのこれ。でも捕まえるのってすごい難しいです、うん、相手を。確かに難しいですし、相手の行動耐えて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 って言うじゃないですか、うん、こっちは時間をかけてあの残儀を倒そうってなってるわけですよ、はい、うん、時間をかけて分かる、投げだけで負けるとかも全然あるんで、やっぱ人生を無駄にしてきたんじゃないかなっていうのをちょっと思っちゃうんですよ。はい、ここからはエキシビションマッチということで、うん、梅原選手に純くん、そして大貫さんと対戦してもらうという、はい、ことをやっていきたいと思います、はいはい、まずは梅原 VS 歌広場純、全力で戦いたいと思うんで、もし僕が勝ったら梅原さんの電話番号の上3つ教えてくださいお願いします。あ、なんかもう本当にこの真剣にやってるのでちょっと、うん、でもなんか負けたくないですね、うんうん、こんなエキシビションですけど、これで勝ったら一生言えるからね。ちょ、抜きさんに実況してもらいたいです。わかりました、実況します。お願いします。カリスマとの夢の対戦、歌広場純 VS 梅原選手。いいぞいいぞ。さあまずはガイル剣、もうソリッドファイターからねいるこの2キャラ、まずはソニックダイヤシ、ダイヤシがクラカを奪って一気ダッシュが速い、これが歌広ダッシュさあソニックレーターを奪って中盤カウンターから、さすがに梅原コンバしっかり投げて、ダイヤシスタンチがまずい、スタン危ないよ、回復して、さあ上からしっかりスタンチキレイに回復していく、さあしっかりしていくな梅原、ハード打ってダイヤシ、さあ負けたくないと梅原完全にガチモードです。いけるのか歌広場、ガリンコを生んでしまって、これがあれはきついな、これが梅プレッシャー、頑張れ。さあダイヤンド
けた広場取りたい、そんな思いが伝わってくる。中盤波動拳弱中内野手長から勝利をつないで、弱中中中盤波動拳固めていく。さあ上原も画面端から逃がしたくない。歌広場どうなる、じっくり行こう。さあじっくり行ってるぞ。内野手これはしっかりとお釣り側、はい、中足確認、イレックス佐々木、はい、投げクラップ、いいラッシュは見えていない。歌広場プレッシャー、もう一回人見せかけ中盤かなり痛く。さあ発動した、ここでトリガー逃げるか。さあこれダメージを軽減していきたい。歌広逃げる、上原攻める、しっかりとガードイエクサス負けで、はい、近くまで行って、さあソニックブームでゲージをそろそろ、トリガーが倒るぞ、いけるのか。トリガーが当たれば圏内でしたところ、海原のトリガーはなくなった。さあグラップ後ろしっかりガード、投げやがグラップしてどうなる、足に炎がついてる。投げのマシンどうなる、ワイヤード炎をまとぶ歌広場、いけるのか、めぐり立つ脇。さあ梅原には CA が溜まっている。この状況投げる、プレッシャーをかけていく、時間がない、どうなる、歌広場めぐり右から止めていって勝っちゃう梅原ですよね。惜しい、純さんめっちゃ手間った。いや、あの本気で やったんですけど、うん、これ手出したら終わるよみたいな場面結構誘ったんですけど、うん、波動拳出したらハリケーン打つよとか、あの投げ抜けしたらリバスリ当たって勝つよとかやったんですけど、全部なんか我慢しててすごいなと思いました。はい、電話番号の上一つだけでも教えてもらって、ゼロだゼロだ、ゼロだわそれは。ありがとうございました。ありがとうございました。続きましては梅原対大抜け、この組み合わせを見ていきたいと思います。ちょっとね、20年前の思い出の話をして、うん、梅原と久々に対戦したくなっちゃったんで、お楽しもうかなと思います。よろしくお願いします。悪を滅ぼすだけですかっこいい。宿命のライバル対決、大貫選手 VS 梅原選手。お互いに飛び力を持っているこの組み合わせ。まず前に出るのは大貫、ソニックに対して果敢に飛び込んでいきます。そしてプレッシャーをかけていきますが、梅原はじっくり守りながら戦っている。上から対空相打ち、しかし暴れているのは大貫、ダメ足だ、チャンス。ここは梅原、ソニックしゃがみ強キックからナイフエッジを発動して球を抜けていく、ダブルサマー。ソニックブーム逃げ、飛行機に打ち返しますが、梅原のタムチカウンターからしっかり繋いでいきます。大貫これで V トリガー、飛行賞がありますよ。うまく使った、ダメージに変える。これはちょっと距離が遠かったか、ダッシュがかなり通っている。そして梅原は硬い、お互いに空振りしています。ここは繋がらず、ソニック押し返していく。梅原前に出るのは大貫、食いたいならまだあるが、ここで終了。この金足どうなるか、 EX やってるからガード、そして下段からコンボを決めたの梅原。今のすごいねガード俺だったら当たった。ね、歩いてガードしていました、うん、歩いてる、歩きガードって本当すごいんだな。2ラウンド目はどうなるか、梅原の防御が硬い。しゃがみ強キック先端でやっています。ゲームキックに台足を返していくのは梅原、体力がついた。もう3ゲージが危ないぞ、一旦時間を使いたいが、梅原がソニックを打って3ゲージを回復させない。あ、大貫苦しい、どうする。おしゃがみ中間値、うん、反撃、このダメ足どうする。さあ削りだ、ソニックがいける。見事勝利を果たしたら梅原、おめでとうございます。勝利を果たした梅原選手、いかがだったでしょうか。そうですね、まあ、これをずっとやってきましたこれをずっとやってきた20年以上なるほど、うん、20年経っても勝てねえんだなと思ってちょっとね、
もうちょっと練習してからまたリベンジしたいなと思うので、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。この後は大貫先生の格ゲーレッスン、いつかがレジェンドに挑む。お互い力を捨ててくると風の噂がマチャボーってやつ最近来てるらしいぞ、でその噂が聞こえてきた年に投撃で当たったんですよ。 3on3 なんですね、はい、3対3のチーム戦で、はい、僕がマチャボーのチームメイト2人倒したんですね、うん、僕負けて、うん、でマチャボーに逆算立てされて、あれはね格ゲー人生に残るぐらい悔しい負けでしたね。めちゃ悔しそうだったもん。マジで悔しかったこいついなくなれよって思ったマジで。一日に普段どれぐらいやってらっしゃるんですか2人とも。最低6時間のめっちゃやってる。いやっていうのはもう勝たないといけないってなった時に、まあ、追い詰められた時の取り組みっていうのがやっぱひたすら数をやることだったんで、数は裏切らないってことでちょっと時間はやっぱ長めに取るようにしてますね。フードさんはいかがですか。俺今ね逆にやってないまでありますね。今がシーズン外で、うん、サボるなら今なんですよ。今力を蓄えるなら今なんですかね。言い方次第だな。ですけどサボるなら今って新しいな逆に。今から16年前、うん、梅田のモンテカルロっていうゲーセンに、うん、俺がやろうかなと思ったらもうすでにやってる子がおって、うん、対戦台から、まあ、勝ってどいてもらおうかなと思って何回もやってても勝ったり負けたりで結構いい勝負っていうか、なんか若干負けてるような気がしてきて勝ってました俺が、うん、え、灰谷さんはその時のこと覚えてます。思ったよりいけるなっていう、やばすぎ。初級者いつかの格ゲー修行、格ゲーレッスン。本日は特別にレジェンド大貫先生にレッスンしていただきます。せっかくね、大貫さんがご来店くださってるんですから、はい、お手合わせやりますか。いいですか。しましょう。欲しがるね、いつかちゃん最近欲張りだからな。欲張りだよねということで、いきなりの実践レッスン。キャリアの差は20年以上、どこまで戦えるのか。あ、これは大貫さん、大貫さんですよ、これはこれは僕らの知ってる大貫さんですよハチガード、8ガードです。あ、そう、なるほど。何攻撃よ、8ガード。えうまい。クリアを発動だ。おいけ、いけるかな、いけるかな、いけるよ。うまくない、その話違うんだけど、ちょっと危ない危ない。バックステ、まだいまだいけるよ。ガードガードガード、やばい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 。打撃の後来るからね。相手見てるよ、相手見てるよ、やばいやばい。あ、じゃあもう体力ないから、取れない、取れない、お願い。おいで、あの、いつかちゃん名言引き出せる可能性あるから頑張って。よし、飛び通ったね。このさっきの、はい、うわ、読み合い仕掛けてる。いい、あ、いい、このコパン、いい、ナイスジャンプ、惜しい。はい、はい、対空しっかりします。ガードガード、はい、いいよ、反撃反撃。読みが深い深い、うまい。飲食店の CM の人いるな。やばいって、ちょっと、やばいって、ちょっと対空完璧やん。うますぎ、うまいって。ちょっと完璧だって、体育教えることなくなるから。よし、いいよ、まだ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 、いやー、出ちゃった、もらっちゃった。ほんで、まだ生きてるから大丈夫、まだ生きてるから、冷静に生きてるから大丈夫だから。やばいよ、やばい、たまった、吸い込んで。さあ、一回耐えて、頑張って。やべー、いいよ、値千金の投げ。めっちゃいい勝負だったけど。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、思ったのが、はい、対空がめちゃくちゃうまいんですよ。あとはその確定反撃っていう、相手がコンボとかミスってしまった時、例えば僕が百列キックをさっきガードしちゃった時とかに、確実にスクリューパイルドライブを決める練習ですね。あとはすごい思ったのが、
めちゃくちゃプレッシャーのかけ方がうまいんですよ。なんで僕結構飛びガードしちゃったんですよね。その時に飛びをガードさせるとそこからザンギエフって投げと打撃の二択がかけれるんですよ、はい、なのでそこでしっかりあガードさせたもう私のもんよっていうその俺の悪さ出していいんですよ。梅原が言う大抜き悪を俺めちゃくちゃそれ押し付けていくの大好きなんですけどでスキル出したと私すっげえかっこいいって思うようなにあのゲーム自身を楽しむその残念で、スクリーンを決めた時私超楽しくなるっていう未来予想図を頭に意識してやるとめちゃくちゃ強くなります。そこをぜひ頑張ってみてください。はい、わかりました、はい、ありがとうございます。貴重なアドバイスをいただいたイツゼット大貫先生の教えをもとにさらなる成長を目指します。サネジン本日も閉店のお時間となりました。いつかちゃん今日はいかがだったでしょうか。なぜこのお二人が梅抜きと呼ばれるかのちょっと知れたかなってすごく楽しい時間でした。ありがとうございました。2021年一発目このお二人を迎えて、ね、放送できてよかったです。本当これを見た方も梅抜きすげーとかあの各駅数ハメジュンすげーっていうツイートを今すぐしてほしいです、はい、誰と出るかっていうの聞かされてなかったんで次回はあの彼はちょっとあれなんでや唯一の NG とやっぱそのレジェンドって枠でこう昔話ができる人ってまあ今の若い人に面白いなって思っていただければまあそれが幸いかなっていうのとあとやっぱりライバルだった梅原、まあ、勝手に僕は持ってるんですけどライバルとがやっぱり第一線で優勝とかしてるのやっぱ見ててかっこいいなと思うしもうこれからも e スポーツどんどん流行っていけばなという気持ちに今日も改めてなりました。本当今日はありがとうございました。ということで、今夜の格ゲー喫茶ハメジュンお客様は梅原さんと大貫さんでした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。次回は鉄拳セブンによるハメジュンカップ、ゲー選手、ダブル選手、ノビ選手、破壊王選手がご来店。お楽しみに。